段階ジュニアとは、日本で1971年から1974年に生まれた世代を指す。最多は1973年出生の209万1983人で、段階の世代の最多である1949年出生の269万6638人より、やや少ない。第二次、ベビーブルーム世代とも呼ばれる。日本の人口ピラミッド、 46歳付近のピークが段階ジュニア段階ジュニアは毎年200万人以上生まれた世代で世代人口は第一次ベビーブームで1947年から1949年に生まれた段階の世代に次いで多い段階の世代は地方で幼少期を育んだが段階ジュニアは多数が都市部で生育して進学率が高く受験が盛んであった 後に氷河期世代とも扱われる。段階ジュニアは内閣府の国民生活白書でも用いられ、1971年から1974年生まれと、段階の子供の比率が高い1973年から1980年生まれを一括して段階ジュニアと称する場合がある。日本能法協会総合研究所のマーケティングプランナー田中マサルは、 1970年代前半生まれを段階ジュニアと称した。段階ジュニアは日本能立協会グループが1985年に実施したマルチクライアント方式の生活者研究プロジェクト完成時代の入試員メーカー段階ジュニアの総合研究で初めて用いられた。段階ジュニアが生まれた1970年代前半は大阪万博や浅間山宗事件など 冷戦の折り返し地点となる出来事が発生し、石油ショックによって高度経済成長が収束して安定成長期に移行し始めた時期であった。小学校時代にあたる1980年代前半は校内暴力が深刻化していた時期で、学校では管理教育の締め付けが強まり、いじめや不登校が社会問題となった。その一方で、 競争時代を経験した段階の世代の親たちの教育も影響して受験戦争と呼ばれるほどの入学試験などの過酷な競争を強いられた。また、この世代は1977年に導入をされたゆとりカリキュラムと呼ばれる学習指導要領で学んだ講義のゆとり教育を受けた初期の世代でもある。成人及び就職の前後となる1991年に バブル崩壊に遭遇した。このため、大卒者は、就職氷河期に遭遇し、受験戦争との相互経験から、不運の世代とも呼ばれている。一方で、1992年までの高卒者は、バブル景気の恩恵を受けて就職している。この世代が、就職活動時期を迎えた1990年代初頭の、日本では、新卒者や、 同業界からの転職者以外の採用に消極的な会社が多かった。また、当時の国内の企業はバブル崩壊の後始末や悪影響の対処に追われており、新たな人材を得て育成する余裕がなかったことも拍車をかけた。その結果、就職活動に失敗し、フリーイーターや派遣労働者といったプレカリアアートにならざるを得なかったものも多く、 旧帝国大学系の国立大学や南韓私立大学を卒業した者にさえ新卒での就職がままならず中小企業に中途採用も同然の形でようやく就職できたというものも珍しくなかった。1997年のアジア通貨危機及びその当時の橋本内閣の経済政策の失敗以降さらに悪化した不況の影響による人員削減や 1999年から、長就職氷河期に遭遇した者も,も多く、自己都合はもとより会社都合の退職であっても、非正規雇用に追いやられた者も,も多い。また、新卒時はバブル景気の恩恵を受けて、工場圏で就職できた、この世代の高卒者も、1997年以後は、倒産や人員削減の煽りを受けて、非正規雇用に追い込まれた者も、少なくない。 2010年の35歳から44歳の非正規、雇用率は27.4%となっており、特に男性は2000年の35歳から44歳と比べると増加している。プレカリアートは、正社員同様にフルタイムで働いていても、正社員の収入に及ばず、中には生活保護水準をも下回るワーキングプアの状態にある者も,もいる。 不安定な身分という理由から、パラサイトシングルを長く続ける人も多い。収入が安定せず、将来が不安という理由から結婚しなかったり、結婚しても子供を作るのを躊躇する人が多く、2005年の時点で30歳から34歳の未婚率は、男性47.1%、女性32.0%となっている。また、 2010年の35歳から39歳の女性の未婚率は22.4%で過去最高を記録している。ただし2006年から2008年頃の景気回復期に駆け込み出産をした人も多く、その間の合計特殊出生率の増加の要因の一つには段階ジュニアの出産があるとされている。なお2009年の時点では30代後半に 出産した人は2割弱に上る。段階の世代に付く人口を有する段階ジュニアは、段階の世代に並ぶ有望な消費者層として注目され、子育ての時期に入った段階ジュニアが主に首都圏で、マンションブームを起こしはしたが、正社員であっても賃金が削減され、少数精鋭でサービス残業が増えたことや、貸処分所得が低下したことなどの原因により、 バブル世代のような消費の牽引役とはならなかった。2000年代以降、新車需要は右肩下がりを続け、2008年上半期の時点で1974年の水準まで落ち、売れ筋も軽自動車中心である。また、小売業の売り上げもスーパーコンビニともに頭打ちであり、将来への不安から消費には消極的で財布の紐の硬い世代である。 購買商品も無印良品のようなロングセラーブランドが多い。この世代は貯蓄を行っていない人が約1割に上り、預貯金が100万円未満なのが約3割であり、貯蓄を行っているもの,の割合や預貯金額が少ない。2010年代に入ると新たな問題を抱えることになる。すでにバブル世代が突入している親の介護問題である。 親世代が70代に突入するにあたり、介護を要する世帯が増えると予測されるためである。そのため、社会の中核を担いながらも親の介護のために、離職せざるを得なくなる段階ジュニアが急増し、経済社会に悪影響を与えるとの予測も出ている。段階ジュニア世代が15歳を迎えた1980年代後半には、テレビ、ラジカセ、ミニコンポ、 電話など情報機器の専有も珍しいものではなくなった。ファストフードやコンビニなども同時期に普及した。オタク第二世代の後半に重なり、アニメ、漫画、コンピューターゲームといった1980年代の若者文化を担った。小学生である1980年前後には、ガンプラの大ブームが起こり、中学校入学前後にあたる1980年代半ばには、 漫画発の流行として金消しやチョロ Q が流行し、映像文化では角川映画や大映ドラマが最盛期になった。中高時代にあたる1980年代後半にはファミコンと夕焼けニャンニャンの大ブームが起こった。段階ジュニアの思春期にあたる1980年代はワープロやゲーム機が普及した時期である。二児の親、夫が働き、妻は家を守る。 専業主婦という標準世帯が定着していた頃に生まれた。比較的高所得階層の女性では、新・専業主婦志向といわれる新しい家庭会議の意識も強まったが、専業主婦の妻や子を独力で扶養できるだけの経済力を持っている男性は減少しており、専業主婦としての子育てを望む女性と、夫婦共働きでの収入と生活水準の確保を、 優先したい男性の家族像のミスマッチが結婚難に拍車をかけた。日本における出産時の母親の年齢階級別割合の推移1990年代には段階ジュニア世代が壮年期を迎え始める2000年代に第3次ベビーブームを起こすという希望的な予測が立てられ、また1990年代から2000年代にかけてはマスコミや 広告代理店が段階ジュニア世代の人数の多さを当て込んで企業が乱立したブライダル産業やベビー産業などとも絡んで段階ジュニア世代の特に女性層をターゲットに結婚、出産へと煽り立てるような広告戦略を盛んに繰り返した。しかし実際には出産的利期である女性20代後半が完全に失われた20年に巻き込まれてしまったため 結婚できないものや結婚しても子供を産まないものが増えたこと、価値観や時代の変化に伴い独身を貫くことや結婚はしても子供を持たないという夫婦像が1980年代後半以降の日本でも定着したことにより第3次ベビーブームが起こるどころかかえって2000年から2005年まで出生数が減少するという事態が起きてしまった。中でも この世代の人口が集中している、首都圏ほど未婚率が高く、出生率も低い。2003年には、段階ジュニアが出産ピークに達したことにより、出生率はわずかに上昇したが、2004年には、出生率は再び減少に転じた。2005年には死亡者数が、出生者数を上回り、日本の総人口の減少が始まった。2006年には、 首都圏を中心に一時的に増加したので、出生数も再び上昇したが、翌年以降は3度減少に転じている。日本国政府、マスメディアベビー産業各社が期待した、第3次、ベビーブームは、長年の不景気と雇用情勢の悪化によって、幻に消えたものの、合計特殊出生率は2006年以降2015年まで上昇を続けた。これについて、 厚生労働省は一時的な景気回復などのほか30代後半に達して年齢的に最後のチャンスと考えた段階ジュニアの女性がいわゆる駆け込み出産を行ったことをその理由の一つとして分析している。ありがとうございます。